何やってんだよ。なんかこう仲間意識じゃない、うん、でもその東京で会う仲間で田舎から出てきてハザードも作れたか、それ無理だろ、うん、その東京って意外とうまいとこないんじゃない、どこで、まあ、今このハザードと思い出した、他の人にちょっとポイント1ポイントはもう一個応援したくない、もう一個からいきましょう。こちらはラパチ、ありがとう。55歳女性、以前知り合いの男友達に5人のお店連れてた、友達はそのお店の常連のようで、すいません、ちょっとさっき動画を作ろうと思ったんですけどね、ちょっととてつもない腹痛に襲われて今便所行ってきました。あの駐車場、おあれ操作者いるかな、いやすんげえ今日腹調子悪いんだよね、パッカーに怒られちゃって、あんたと飯食い行くとその腹痛いのが嫌だって、すいませんっつってね、ちょっと駐車場ね、駐車場でさバックするときね、入れるときどうします皆さん。まあ後ろに車がいないんだったらさ、別にハザードも必要ないしさ、ねヒューッと入れるけどさ、でさっき俺が入ってきました、であいつ多分俺より先に入ってきてたんでしょ、ねでヒューって行ってさ、どこ空いてるかなつって、あいつはここをまあ見逃したんだかなんだか分かんないけど、あっち行ったわけじゃん、であそこで急に止まられてさ、下がる素振り見せられてもこっち困っちゃうじゃん、ねハザード焚いてんならまだしも、でまあ今日これからさ、まあ見せる動画なんだけど、ちょっと出てるか、もう大丈夫だよね、もう腹痛くなんないの、もう大丈夫これ。なんでこんな腹弱えんだろ、マジで食ったらすぐ出んだよね、本当に。川口、じゃあちょっと待ってね、もう出ちゃうから、ねまあ普通はさ一般的にハザード焚くわけじゃないですかね、なんでさ俺がさそこのコンビニでさ、ちょっとこれ友達ん家の近くだから、あちょっとモザイク入れとくんですけど、あの駐車場でね、あのそのコンビニでさ入れようとするわけだけど、で俺ハザード焚いてんのにだよ、ハザード焚いてんのにさ後ろぴったりくっついてきてさ、なんだこいつと思って、あ嘘だろ、なんだよ便所寄ったせいで渋滞だよ、マジかよ、さっき充電しなかったんだけどな、ほんとだよ、後ろくっついてきてパッパーなんて鳴らしやがってさ、いやちょ待てよって話じゃん、お前俺さね、ハザード焚いて頭振ってんだよって、でその後ろにさしれっとついてきてさ、ぴったりついてんだよ後ろ、パッパーなんつってさ、こいつアホかっつうんじゃん、あなんだこれ3ギガすごいね、頭きたよね、ほんとに。ちょっとこれ危ねえから、110番しといてやるか、これ。これで今来るから。あんなの巻き上げて大変だよ。高速道路、首都高の落下物なんですけど。3号渋谷線、上り、どの辺りで、10.3 キロポスト付近、10.3 キロ、そこのところに、第1通行帯と第2通行帯の両方に、3ギが散らかってますね、3ギ、木 の、 あのよく大工とかで使う木あるんじゃないですか、ああいう3ギっつうんですけど、その木が結構あの散らばってます、たくさんですかね、あまあ十数個ぐらいですかね、長さどのくらいあるんでしょう、長さ、30センチとか40センチとかそんなもんじゃないですかね、はい、はい、よろしくお願いします、
あれたまたま渋滞したからよかったけどね。品川303、桜田さん97943、303になってから9743年目の車ですね。最近買った車ですね。やっぱそれはいいんだけど、でハザード帯で頭振ってさ、その後ろにピタッとくっついてきてんだよ。もうね、まあ、それで下がったんだけど、俺が下がるときにさ、すげえ見てんだ俺の方。ほんでさ、俺の前通ってても、じゅーっとね、見てきてさ、俺、カチーンって来てさ、あ、こいつムカつくと思って追っかけましてさ、てめえこの野郎って言ってんだけどさ、俺、ハザード耐えててたろって言ったらさ、いや、見てなかった。だから、そういうことなんだよ。ね、自分の車の運転の下手さをさ、棚に上げてさ、で、それでピー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 言われちゃう、こっち困っちゃうじゃん。思わない？ねえ。さあ、それ途中でさ、途中で俺の後ろ来てんだよ。だから何も見てないってことは、もう真正面しか見てないんだよ。笑っちゃうよね、本当に。はい、わかりました。あれ、やっぱこの時渋滞してんだ、どうしよう。ねえ。いや、睨んでないよ。いや、お前思いっきり睨んでたじゃねえか、デビ横でよ。まあ、じゃなきゃ俺っていちいち言いに行かねえよ。いや、すげえ頭きたよね。いや、俺が悪いんだったら分かるよ。ね、俺がハザードもつけねえでさ、ね、前走ってる車が急に、例えばだよ、ね、俺のじゃあこの前のトラックね、こうやってさ、走っててさ、ハザードもつけねえで急に頭振ってさ、ケツバックし始めてんだらさ、何やってんだこいつってなるけどさ、もうハザード焚いてんのにさ、分かるだろ、ハザード焚いてんの見りゃ。もう見てねえから分かんねえよね。すいません、ちょっと今言っと思った。だからやっぱね、世の中一定数下手な奴がいるんで、その下手な奴って必ずしも話が通じるわけじゃないんだよ。まあ中には話通じる奴もいるけどさ、でそいつなんつったんだっけな、ちょっと今動画見ないとわかんないんだけど、まあなんかまあちょっと、うん、足りない奴のいいなんか言い方だなみたいな感じ、うん、じゃあ俺が悪いのかみたいな、なんだけど、まあ、忘れちゃったけど、ちょっとパソコンこれから開くわけだけど、うん、じゃあこういうのってね、なんかね、なんかの表紙で動画思い出すんで、ああんなのあったの、こんなのあったの、作ってねえなっての、うん、で今ちょうどあそこに寄った時に、ああなんかこんなのあったなって今思い出したから、やべえまた生えてきた、作ろうかなと思ったわけだけどさ、うん、どう皆さん駐車場、その商業施設とかでもよくいいんじゃん、こうやってぐる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 回っててさ、急に思い出したかのようにバックし始めるやつねえ、気が利か、聞けないやつって気が利かないっつうのっていうやつっていうかさ、ね、いやダメだこれ、また腹いて、どうしようこれ、参ったな、これもうこの先俺ないぞ、トイレ寄るとこ、もう降りるしかないぞこれね、まあ駐車場はさ、それもそうだけど、まあドアパンもそうだけど、だから駐車場ってね、危ねえんだよ、ほんとに。もういろんなトラブルの種が落ちてるからね、ほんとに。ハザードつけてさ、ねえ、バックしようとしてさ、いきなり直前で後ろついてきてさ、ねえ、ピタって止まってさ、パーパーって鳴らしてさ、危ねえよじゃねえだろ。よく、よくあんな運転できるよなって俺は思う、ほんとに。俺は。ね、いやあれはムカついた本当に、うん、マジで何言ってんだこいつ、ね、まあそういうことでね、あの皆さんちゃんとあのバックするときはハザード耐えてます、誰もいなきゃいいですよ、ね、誰もいなきゃ好き勝手やってくださいね、後ろも見ねえでさ、ね、え、ここ止めようっつってさ、あ、それで思い出した、もうずっと昔なんだけど、この車でさ 5,6 年ぐらい前なんだけど、こうやってまあ今言ったようにさ、その商業施設をぐるぐる回ってて駐車場を探したんだよ、で前の車が急に止まったんだよ、こいつ何やってんだと思ったら急に下がってきたんだよ、ほんでさ、おこいつ気づいてねえなと思ってパーって鳴らしたんだよ、でそれでもさ止まんでんだよ、マジかよこいつよと思って、でやっと止まったんだよ、でその時別に車の衝撃も何もなかったから、まあ当たってないし、まあこのポンコツだからどうでもいいやと思ってたんだよね、ほんでそのババアもさ言ってたんだよ、私がバックしてんだよみたいなこと言っててさ、ほんでね、そのしばらくしてからさ、洗車場でさ、あの洗車するんじゃん、コインなんだけど、ぐるぐるぐるって回るやつ、
で吹き上げしてる時にパッてバンパー見たらさ、なんか傷ついてんだよ、なんかへこんだへこんだ、なんかちょっと塗装が割れたようなやつ。この女行儀悪いな、アクア助手席の女、お前足乗っけてるよね。なんだこれと思ったらさ、その時のリアバンパーぶつかってたみたいで、ほんとドンピシャで、もう衝撃がないぐらいの、ほんとだからもうつらとつらがパンって当たったみたいな感じになっててさ、バンパーくっきり跡ついてて、で塗装割れてんだよ。なんだよこれよ、あの時ぶつかってたのか。まあ別にいいけどさね。まあいいや、そういうことでね、ハザードはね、焚くのは私はマナーだと思うんですけどね。思いません？思わない。ね。はい、じゃあそういうことでね、はい、動画の方よろしくどうぞ。あ、あれよ、友達に中止かくらでこれモザイクかかってるんだね。すいませんね。何やってんだよ、おめえらよ。何やってんのおめえはよ。サガンには決まってんだろお前よ。お前周り見てろよバカがよ。なんだこいつよ。なんだなぶ？なんだよ。お前がなんで睨むんだよ。周り見てりゃ分かるだろ、止めることぐらい。周り見ろよ。何でお前睨み聞かしてんのお前。睨み聞かしてるとかじゃなくて、危ないから。バカだ、てめえ周り見ろっつってんの。みんな見れたら分かんだろ動きで。ハザードも耐えててやっただろお前。じゃあお前文句あんだら止まれよお前。おい止まれよてめえこの野郎。おい仕事行かなきゃいけない。仕事じゃねえだろ。俺が悪かったって謝りな。俺ハザードも耐えてたよな。いやごめん俺気づかない。だからそういうのが見てねっつんだよ。ごめんね、バカがてめえこの野郎。